終点の様子国道38号は、北海道滝川市から釧路市に至る一般国道である。通称、西から順に、足別国道、狩勝国道、十勝国道、釧路国道と呼ばれ、国道274号と並び北海道の東西をつなぐ大動脈である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び重要な経過値は次の通り、 1952年から1965年にかけて国道38号の浦幌町競泳から釧路市恩別町地下別までの間は現在と異なる経路を経由しており現在の北海道道線38号地下別競泳線の切り止め峠と厚内トンネルを経由していた浦幌町内にある浦幌上校内地下別の3トンネルは トンネル自体の全高が低く、旧規格の強小な道路幅のため、季節を問わず対向車との衝突事故が多発している。高さ3.80メートル、幅3.00メートルを超える特殊車両は通行禁止となっており、迂回路として、北部を並行する国道242号、国道274号、国道392号が指定されている。 トンネル道の駅2005年度平日24時間、交通量仮勝値峠を走る、国道38号2009年8月1日、撮影火星群目室町付近から東方向を望む玄道空地総合振興局、上川総合振興局十勝総合振興局釧路、総合振興局赤ビラバイパス釧路振動。ありがとうございます。